カリフォルニア大学サンタバーバラ校は、カリフォルニア州サンタバーバラに本部を置く、アメリカが衆国の州立大学である。1944年に設置された、公立の研究型大学で、カリフォルニア大学システムを構成する10校のうちの一つである。大学の略称は u c ビーもしくは UC サンタバーバラ。 サンタバーバラから1 3トルロサンゼルスから1 6 0トル北西に位置するゴリータ近郊に414ヘクタールの広さを持つキャンパスを構えている。ユーシアスビーの起源は1891年の教員養成学校の独立に遡り、バークレー校、ロサンゼルス校に次ぐ3番目の総合州立大学として1944年に カリフォルニア大学システムに参加した。コーゼはフィアットルクス。材料学はパブリックアイビーの一つに数えられ、米国の名門公立大学として認識されている。87の学部学位と55の大学院学位を提供している3つのカレッジと2つのスクールから構成されており、18,977人の学部生と2,950人の大学院生が、 在籍している。また、カブリ理論物理学研究所、材料科学研究所などの12の国立研究所を有している。1995年には、世界的な有名大学や研究型大学を中心に構成されるアメリカ大学協会に選出され加盟した。2012年時点では、この大学における研究で6人の教員がノーベル賞を受賞しており、卒業生、 関係者を含める特任のノーベル賞受賞者を輩出した2012年にはタイムズハイヤーエデュケーションワールドユニバーシティランキングスでは世界で35位アカデミックランキングオブワールドウナバーシティスイン2012では世界で34位にランキングした2017年には US ニュースベストグローバルユニバーシティランキングスにおいて世界で24位 同出版社のランキング US ナショナルパブリックユニバーシティランキングスでは全米7位となっている。また、2000年から2017年においての各大学ノーベル賞受賞者数は世界で9位を記録した。ユシアスビーのスポーツチームはガウチョと呼ばれており、NCAA ディビジョン I のビッグウエストカンファレンスに所属している。ガウチョは男子サッカーと男子水球で、 NCA 全国大会で優勝したことがある。カリフォルニア屈指の美しいビーチと自然の山々に囲まれた高級リゾート地に位置するユーシアスビーは最も天国に近いキャンパスと称され、学術的な評価だけでなく、美しいキャンパスランキングや人気度ランキングの上位常連となっている。2017年度の合格者平均 GPA は4.25。 そして合格者平均サットスコアは1996点である。カリフォルニア州内で薬理学の学位を取得できる唯一の大学でもある。死ぬまでに一度は行きたい場所25選に選ばれる世界、一のトイレがあったり、パーティーが盛んだったりと、学業とは関係のない部分でも人気が高い。ユーシアスビーラグーンストークタワー3、ニコラス両、デラ、ゲラ食堂ユーシアスビーは、 太平洋沿岸に位置しており、数マイルに及ぶ海岸及び独自のビーチやラグーンを有している。ユーシアスビーのキャンパスは、他のカリフォルニア大学のキャンパスと同様に大学の実地のために、地元政府から完全に自立しており、住所はサンタバーバラであるが、サンタバーバラ市やゴリータ市の一部ではない。キャンパスは、すべての学術施設及び、学部住宅を収容する。 メインキャンパスおよびストークキャンパス、西キャンパス、北キャンパスの4つ区画に分かれており、イスラビスタのコミュニティを取り囲んでいる。キャンパスの初期の建造物の多くは、有名な建築家のウィリアム・ペレーラとチャールズ・ラックマンによって設計され、薄く着色され、パターン化されたコンクリートブロックが多用された。このデザイン様式はその後のキャンパスの建造物の多くに引き継がれている。 ユーシアスビー図書館は、デビッドソン図書館と芸術図書館から構成されており、300万以上の蔵書、数百万のマイクロ資料、政府文書、原稿、地図、衛星や航空写真、録音などを収蔵している。キャンベルホールは862席の大学最大の公堂で、キャンパスや地域社会のための特別な講演、映画、講義を提供する。 メイン会場となっている。ストークタワーは1969年に建設され、サンタバーバラ群で最も高い建物である。キャンパスのほとんどの場所から眺めることができ、ストーク広場を見渡すことができる。61個のベルで5オクターブの音階を奏でるカリオンが収容されているほか、タワーの下には KCSB91.9 サンタバーバラ及びデイリーネクサスの本部が設置されている。 米国国立科学財団米国国立衛生研究所米国エネルギー省米国陸軍科学研究局タイムズ世界大学ランキング上海交通大学ランキング教員卒業生は幅広い分野で活躍しており以下一部を紹介するこれまでにユーシアスビーの教員は6つのノーベル賞1つのフィールズ賞を含む数々の栄誉ある賞を受賞してきたありがとうございます